日本神奈川県逗子市、日崎日崎は神奈川県逗子市の町名。面積は2.242平方キロメートルで、逗子市全域17.28平方キロメートルの約14%にあたる。町名は、日崎1丁目から日崎9丁目まであるが、その他に、町域のおよそ3分の1が、いわゆる池子弾薬コア土地に含まれており、在日米軍管理下にあって、 大技久きとして長目が振られていない。郵便番号は249-0001。逗子市北西の内陸部に位置する。東側から西側は時計回りに逗子市池後、山の根、逗子、新宿、小坪に接し、北は鎌倉市、大町及び上明寺に接している。元々の集落は現在の逗子市北西部の山に大きくに方向に、 切れ込む宿が中心だったが、昭和30年代、鎌倉市常明寺と接する山上が、鎌倉寿司ハイランドとして大規模に宅地開発された。町域の生端地くを、ほぼ南北に、神奈川県道311号鎌倉葉山線と、東日本旅客鉄道の横須賀線が通る。久木町域内の神奈川県道311号、鎌倉葉山線は、 もともと海軍の横須賀軍港のために引かれた横須賀水道半減系統の上に作られた、いわゆる水道路であり、数箇所に海軍水道の敷地の境界を示す海軍標石が残る。横須賀線を挟んで東側には神奈川県道205号金沢逗子線が通る。また、新興住宅地であるハイランドを越える道は、その先で、 鎌倉と横浜を結ぶ神奈川県道204号、金沢鎌倉線に連絡する。朝日奈峠を越えて、横浜横須賀道路の朝日奈インターチェンジにも接続するため、それなりに交通量も多い。長域南側を北東方向に切れ上がる宿には、田子川の支流である日崎川が流れるが、その大部分は現在は暗渠化されている。長域西寄りの山腹には、 養老5年に創建されたという古刹で、坂道33カ所札所にも数えられる岩戸の寺がある。同じく、坂道33カ所札所である、鎌倉市二階堂の杉本寺からは、巡礼古道と呼ばれる山道が繋がっていたが、鎌倉寿司ハイランドの造成により分断され、現在では一部しか残っていない。また岩戸の寺の北側には、 かつて松葉が八つで焼き打ちにあった日蓮が名を逃れた、跡地に建立されたという発祥寺がある。南側の宿の中ほどには、旧、氷崎村の鎮守であった、氷崎神社と室町時代の建立とされる、明光寺がある。このほか、町域内に、図紙市立の氷崎小学校、氷崎中学校、市立の清和学院がある。町域内の三複数箇所から、 古墳時代のものとされる横穴墓が発見されている。特に1996年、防災工事中に発見された、日崎五丁目横穴古墳群は、地元の有力者の墓であったと考えられ、未洞窟の副葬品多数が発見された。中世の矢倉も山腹部に多く見られる。ほぼ現在の日崎に相当する地域は、中世には、久野谷と呼ばれていた。地名の、 国に通じるとされる。鎌倉時代の師匠、安鏡の建略4年4月2日の城に、和田左衛門の城吉森が、大館久野谷矢次郎なる人物の名があり、久野谷に住んでいたのではと考えられる。江戸時代に入り、遠方3年久野谷村の奥の土地、国高百国分が、鎌倉材木座の光明寺の事情として切り分けられ、柏原村となった。地名は、傾斜地を示す。 カシハに由来するとも、単純にカシワの木にちなむとも考えられる。この地名に関しては、長教三年、足利市家臣の治行目録写しに、三浦郡久野谷号内、猿江村並びカシワラ家とあるのが書室とされる。下って明治になり、1874年の行政改正で、久野谷村、カシワラ村の合併が決定され、久野谷村の旧、 柏原村の柏の基辺をとって、日崎村と名付けられた。これに伴い、1882年には、両村の陳樹であった稲荷社、柏原明神社に加え、地内の陳樹五社を合併し、日崎村総陳樹、稲荷神社とした。1883年には、日崎村北部から小坪村を経て、鎌倉に抜ける上地、裏道で最初のトンネルである、 小坪水道と名古屋水道が開通した。これは、三浦半島の交通発展のための公的振動、建設を訴えたものの入れられず、小坪村の高橋康幸、日崎村の松岡富道の2名が、発起人となって、基金を募り、民間の手で改作されたものだった。1889年には、町村制が施行され、津市、沼、桜山、池子、山、野根、日崎、 小坪の七家村が合併し、田子江村となった。さらに1913年には調整を施行、田子江村は図紙町となった。1932年、旧柏原地区の奥から横須賀線の線路近くまで、南側の野党のほぼ全域にわたって、大規模な高地整理が行われた。もともとこの野党には明確な川筋はなく、大雨が降ると一帯が水浸しになり、 不作をもたらしていた。このため、地域住民により高地整理組合が結成され、河川開発や、出電改良を行ったもので、この事業の結果、潔川が誕生した。1937年頃から、帝国海軍が弾薬庫の建設を行うため、池子の土地の買収を開始。1941年には、池子と隣接する潔の旧柏地区も、 ほぼ全域が買い取られ、全民家12軒は立ち退きを強いられた。買い上げの際には、住民に対する自然の説明はなく、突然、海軍の横須賀鎮守府に呼びつけられ、その場で立ち退きの書類に捺印させられたという、日崎水道内にある名番、後期2600年工事受け委員、山口製造とある。後期2600年は、着工年と思われ、 水道は1941年に開通している。同時期、現在の日崎2丁目から7丁目の南部の土地も接収され、横須賀海軍交渉のための公園寄宿舎軍が大規模に建設された。公園の通勤の便を図るため、横須賀線逗子駅への近道として、山の根との間の尾根に日崎水道が開削された。また、尾根の裾には多数の防空壕が作られた。 戦後、公院寄宿舎群跡地は返還されたが、弾薬庫だった旧柏原地区はそのまま在日米軍に接収された。なおこの間、1943年に図志町は横須賀市に強制合併されたが、戦後の1950年に分離独立。1954年には市政を施行し、久木地区も図志市、久木となった。 1961年6月の集中豪雨では、逗子市内で田越川とその支流の池子川、浅木川が氾濫し、市内の約18%が冠水した。特に、浅木地区では、浅木川の氾濫によって471世帯が床上、床下浸水するという低平坦地の多い逗子地区に次ぐ多くの被害を出した。1960年代、衣張り、 三南東山6の高台が西部グループによって大々的に切り開かれ、新興住宅地、鎌倉寿司ハイランドが造成された。開発にあたっては無許可の造成、土砂崩れの発生など、問題も品質した。県による中止命令も出され、隣接する鎌倉市では市議らによる告発も行われたが、結局、問題はうやむやとなり、開発は強行された。 ハイランドは、町内の主要街路に、ソメイヨシノが街路樹として植えられたが、現在では、逗子市内でも、有数の桜の名所として知られ、神奈川県が1987年に選定した、神奈川の街並み百選の一つにも選ばれている。1977年、旧カシュアラ地区のうち、約2万5000平方メートルが米軍より返還され、日崎中小共同運動場として整備された。 また、1996年には共同運動場への近道の共同使用許可に関する現地協定が締結された。2014年、池子住宅地区及び海軍補助施設のうち約40ヘクタールに月共同使用都市市が公園として整備することで合意に達し、この区域は池子の森自然公園として整備が進められることになった。池子の森自然公園は、 従来から限定的に利用可能であった、池子川のスポーツエリアと、旧柏村域の緑地エリアに分かれており、緑地エリアは2016年3月中旬以降、と、日宿日に限り公開されている。緑地エリアは、自由に立ち入ることができる、自然観察エリアと、植生の繊維が観察できることから保全のため、立ち入りが制限されている。 森林保全エリアの大きく二つに分けられている。またこの他に、緑地エリア中央には、メダカや黒吉登りが生息する池があり、外来魚が確認されない貴重な水辺の環境である。ことから、その周辺も水環境保全エリアとして、立ち入りが制限されている。池子米軍住宅地のメインエントランスのある、池子地区と旧柏原地区の緑地エリアとは、トンネルにより連絡している。 また、日崎中小共同運動場脇に、日崎側エントランスが設けられている。2018年2月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。保障寺墓地翼より大切顔を望む。2013年1月30日撮影。ありがとうございます。